はい、皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、グダゲーマーです。39続きをやっていこうと思います。影の復讐者第10章です。アンドロメダ大星雲、その壮大な星の海を目の前にした時、旅人は皆もう引き返すことのできない旅路の果てへ来ていることに気づき、恐れに震え、また考えてるのね。うん、この旅ももう少しで終わりなのに、まだ僕の中で答えが出ないんだ。一生のことだものね。もし機械伯爵みたいに心を失ってしまうかと思うと。まだイスメラルダの言葉を気にしてるのね。鉄郎の未来は誰にもわからない、忘れなさい。うん、僕がいない。マルチバース、これどういうこと。おろし、おろす、お願い、ブラインドおろし。そしたら見えなくなるよ、こんな摩訶不思議なものを。私は見たくないの。ごめんね。わかった。ブラインドっていうかロールスクリーンだね。メーテル、もう一台の39のことなんだけど。気になって仕方がないのね。うん、いいのよ。私が見たくないというだけで、鉄郎にまで見るなと言ってるわけじゃないわ。本当？ええ、車掌さんに聞いてみるといいわ。きっともう分析が済んでるはず。車掌さん？鉄郎、車掌さんは機関部よ。はい。車掌さん、並んで走ってる39だけど、あれは本物なの？お気づきでしたか。ええ、見たところは本物です。なんでこんなことが。ワープをしたので時間がややこしくなったのかもしれません。じゃあ、あの39は過去か未来の39なの？そういうことになりますね。どっちなんだろう。詳しいことは機関車に聞くと分かりますよ。もう分析も終わっている頃ですから。機関車さん、聞きたいことがあるんだけど。何でしょうか。あの隣を走ってる39は本物なの？はい、構造もシステムも同じ、しかし時間のみ違います。時間が違うのか。他に聞きたいことはありますか。向こうの39にも僕ぐらいの少年の姿が見えるんだけど、あれは僕かな。違います。年齢、性別は同じですが、あなたとは全くの別人です。誰だかわかる？そこまではわかりません。わかりません。そう、そうだ、向こうの39の機関車さんに連絡できないの？
試みましたが応答がありませんでした。無視されたってこと？いいえ、時間レベルが合わないことが原因だと思います。時間レベルの違い？よくわからないけど、要は話せないんだね。そういうことです。他に何かありますか？メーテルのことで聞きたいんだけど。メーテルさんがどうしましたか？今のメーテルと全然変わらないんだけど、過去のメーテルなの？それと…わかりません。他に何かありますか？いや、もういいよ。またどうぞ。ありがとう。危険、危険。どうしたんですか？ワープの振動軌道があと2分で交錯します。交わります。え？交わせないの？ワープ中は振動変更できません。じゃあぶつかります。鉄郎さん、自責に戻って衝突の衝撃に備えてください。もう一つのスリーナインとぶつかるよ。ぶつかる？鉄郎、大丈夫？食い込んで止まってる。よし、向こうのスリーナインに行ってみよう。鉄郎、どこから行くの？何が起きたの？なんでスリーナインがもう一度？僕にもよくわからない。これから向こうの車両に行って調べてくるところなんだ。そう、気をつけてね。うん。最後尾から行くのかな。
何がどうなってるんだ。遅延証明は出るんだろうな。僕に言われても。メテル、あなたは僕のことを知らないのか。君は誰だ。星野哲郎。君は。俺はレドリル。どこ行くんだ。機械の体をタダでもらえる星さ。君は。同じだ。あなたは。私はメーテ。両方メーテルだ。あ、重力に引っ張られてる。注意せよ、前方に惑星あり。そんな、どう注意しろって言うんですか。コントロールが効かない状態で。直ちにこの状態から脱出せよ。ダメですよ、絡んだままでは脱出できませんよ。大変だ。大変です。緊急事態発生。車掌さんも二人。車掌さんも二人だ。大変ですよ、鉄郎さん。大変なこと分かってるよ。もっと大変なんですよ、鉄郎さん。惑星は接近してるんです。え？本当だ。避けられないの。はい、スリーライン同士が交錯していて力が分散されてしまい脱出できない状態なんです。切り離せないのですか。はい、全くコントロールが。そうだ、両方の車両に同時にブレーキをかけるんですよ。え、何ボヤボヤしてるんですか。あんた私でしょ、しっかりしなさい。は、はい。大丈夫かな。なんか僕の39の車掌さんの方が言えなかったな。メテル、またやつだ。気をつけるのよ。レッド鉄郎。誰なの、なぜ私を。やめろ。レドリル、どきなさい。レドリルのことを知ってるってことは、鉄郎の方が未来の見えてるってことだね。鉄郎、レドリル。あ、見えてる。レドリル。おい、大丈夫か？しっかりしろ。
流星ファントム。ここにスリーナインは不時着したんだ。流星ファントム。それでメーテルは？もう一つのスリーナインの方に。そうか、切り離されたんだな。それでもう一つのスリーナインは？200メートルほど先に不時着している。さっき撃たれた傷だな。今見てやる。じっとしてな。ありがとう。これでよしと。とりあえず血は止まったよ。ありがとう。それにしてもなんでメーテルが狙われるんだ。わからない。いつもあと一歩で逃げられちゃって。急いでメーテルを探した方がいいな。話は歩きながらしよう。ああ。オッケー。まあ、大丈夫。なんだこれ。そこらし沼だ。レトリル捕まれ。くそ、傷が痛んで力が入らない。熱露離せ。このままじゃお前まで沼にはまっちまう。お前を見殺しにできるかよ。バカ野郎離せ。死んでも離すか。あなたは行くわよ。エネルギーが。じゃあこの人がメーテルを。まさか。何してるの。力を入れて。あ、うん。前の時もだけど何号車かに乗ってたよね。もういいったら。何度も言わないの。でもこれしか俺には霊能しようがないから。当然のことをしただけよ。あなただって逆だったら同じことをするでしょ。うん。あ、君名前は。俺はレドリル。フィーメ。フィーメか。こいつは鉄郎。さっきはありがとう。それレドリルのと同じだね。そうね。誰の写真？大事な人。遠くに行ったきり帰ってこないの。そう。レドリルのロケットには誰の写真が入っているの？恋人だよ。機械の体になってキーアデスに戻ったらこの子と結婚するんだ。そう。目の前の人だね。どうしたの？俺なんか泣かせるようなこと言ったかい？ううん、何でもないの。よかったらフィーメのも見せてよ。あ、ごめん。ごめんなさい。大事な人の写真だから人には見せたくなくて。元気出しなよ。いつかその大事な人は帰ってくるよ。帰ってこないんだよ。ありがとう。レドリル、そろそろ行こうか。そうだな。ああ、そういうことなんだよね。機械の体をタダでくれる星。
メーテル。よかった、みんな無事だったのね。どっちが。あなたのメーテルは私よ。全く見分けがつかなかったよ。いや、ひどい目に遭いました。この車掌さんはどっちだ。やだな、哲郎さん、私の顔忘れないでくださいよ。僕の方か。レドリル、それじゃあ私たちのスリーナインに戻りましょう。うん。哲郎、旅の無事を祈る。お前もな、レドリル。引き取れんなよ。じゃあ行くぜ、哲郎。さようなら、哲郎。さようなら、メテル。さようなら、レドリル。そしてもう一人の私。さようなら、メーテル。さようなら、悲しくて長い旅。哲郎、どうしたの？幽霊ファントムを出てから様子が変よ。あそこで何かあったの？ううん、なんでもないよ。そう、それならいいけど。列車はあと10分で絶対機械圏に入ります。絶対機械圏？これから先は機械化人だけのためにある世界で、生身の人間はどうでもいいところです。どうでもいいって。機械化人のための法律だけがあるところで、生身の人間は動物ということでして。人間を守る法律はないってこと。え？じゃあ自分の身は自分の力で守るしかないとか。高速列車が後方より接近。追突される恐れ十分。会長特急だわ。どうして同じ空間軌道を走ってきたのかしら。うん、すごいライトだ。重力波の汽笛をあんなに吹き鳴らして、こりゃ大変ですよ。どうしましょう。機関室に行ってみましょう。39の機関車 C62 の48に次ぐ。待機用の視線に入れ。これは命令である。こちら C62 の48、鉄道管理局と司令部の許可がない限り、乱れに軌道の変更はできない。 C62 の48、ここは絶対機械圏だ。機械超特急が全てにおいて優先することを忘れたのか。
残念だが視線に入ろう。偉そうに全く。残念だ。スリーナインを引くこの C62-48、いまだかつて道を譲らされたことはないのに。私もですよ。スリーナインの車掌になってから追い抜かれた経験はこれが初めてです。機械化人は人間の誇りなんて何とも思ってないんだね。その通り。絶対機械圏って嫌なところだね。私もここは大嫌いです。それで次の停車駅は？おっと、そうでした。次の停車駅は機械取りで、停車時間は15分30秒。15分30秒。その15分が100年にも200年にも感じられるところ。簡単な説明をしましょうか。絶対機械圏ってやっぱりよくわからないんだけど。さっきも言った通りですよ。機械化人たちのための法律、機械法によって守られたエリアですよ。機械法？ええ、機械の利益に反する行為を行った者は反機械主義者とみなし、個々の判断において処刑すべし。え？勝手に殺していいの？ええ、人間は害虫と同じ扱いですから。ほう、恐ろしいところだな。そうでしょ。他に聞きたいことはありますか？機械取りでっていうのはどういうところ？生身の人間にとっては地獄ですよ。地獄？ええ、ここの処刑方法がまた残酷なやり方をするんですよ。どんな？恐ろしくて私の口からとても。チッ、気を持たせて。とにかく嫌な機械化人たちのサンプル場のような場所です。うわ、その説明わかりやすいな。そうでしょ。他に聞きたいことはありますか？じゃあ何か注意事項はある？そうですね、とにかくスリーナインからは降りないことですよ。なんだ、それだけ？ええ、それだけです。何があっても15分間スリーナインで我慢すれば。そんなの簡単だよ。お願いしますよ。何かあっても15分じゃ助けにも行けないですから。分かってるって。他に聞きたいことはありますか？いいよ、ありがとう。しつこいようですが、機械取り出での停車時間はたったの15分ですからね。分かってるよ。食事をしていれば15分なんてすぐに過ぎるわ。うん。いや、生意気に猿が何か食べているぞ。いやらしい顔だな。何？鉄郎、ほっときなさい、機械の子よ。機械の子か、相手にしないのが一番だな。そう、15分の我慢よ。うん、15分の我慢。我慢できるか。いや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 、沸点低いぞ、鉄郎。鉄郎さん、降りちゃダメですよ。鉄郎さん戻って。何バカにされて黙ってられるか。いやいやいや、沸点低いよ。
哲郎さん、早くレシ乗ろう。哲郎さん、乗らないのかい。もう降って低すぎだわ。あああいつ罠に引っかかったぜ。あんな単純なやつも珍しいな。ははは。なんだこの水音は。うっ、下水道か。なんか地下牢みたいだな。はあ、びっくりした。あの、ここは一体、ここかい？ここは牢屋さ。え、牢屋？あなた方は一体、私たちは死刑囚よ。死刑囚？ひょっとして僕も？当たり前だろ。しかももう処刑されたのさ。まだ生きてはいるけどね。どういうこと？ここは、には食料はないし、水もない。まさかオイルを飲むわけにもいかないしね。なんであなたや僕が処刑されるんですか？ここでは人間は邪魔な動物、害虫みたいなもんなの。絶対機械犬か。本当に嫌な場所だよ。人間をね、廃案の見扱いするんだからね。あの、ここは。あの、ここは。今はあまり歩き回らない方がいいな。虫がいっぱいおる。今あまり歩き回らない。じゃあどうすんだよ。ここ出る方はないの？さあね、うちの旦那に聞いてごらん。大丈夫。ええ、まだ生きてます。ここから出る方法はないんですか？あるにはあるらしいんですが、出ても殺されてしまうだけですよ。ここで死ぬよりはマシです。しかし、あなたに協力したいことがバレたら私までひどい目に遭ってしまう。教えられません。それだけは勘弁してください。うん。大丈夫。ええ、おかげさまでやっと死ねそうです。何言ってんだ。しっかりしろよ。あなたこそ何言ってるんですか。私がやっとこの苦しみから解放されようっていうのに。そんな。あなたがそんなだからこうなっちまったんだろうが。もう何回謝れば気が済むんだよ。私は謝ってほしいんじゃないよ。ここから連れ出してほしいんだよ。無茶言うなよ。そんなことしたら機械火事にすぐ殺されちゃうよ。ここに立って死ぬのを待つだけだろう。もういい。このこと二人で行くよ。勝手にしろよ。おぎゃー。ああ、ごめんね。うるさかったね。よしよし。
あなたもここを出る方法を知ってるんですか？いや、知らないよ。だからといって、いつまでもこんなところでうじうじしてられるかい。それで、あんたもここを出たいんだろう？うん。だったら、私とこの子も連れて行っておくれよ。うん、わかった。ダメです。メーテルさん。鉄路を見捨ててはおけません。でも、ここだけはいけません。戻ってください。ここでの停車時間は15分なんですよ。しかも、もう11分経ってます。ああ、もう、一体私はどうすりゃいいんですか。ダメだ。いかなる理由があろうとも発車時間の変更はできない。そりゃ分かってますけど、事故なんだし、何しろ二人もお客さんが戻らないんだから。スリーナインは時間を厳守するのが取り柄です。特にここから先は1秒の。そこを頼んでるんじゃないですか。特にここは絶対機械圏です。ここは全てのものが正確に動いている星なのです。さようなら、スリーナイン。いよいよ姿を現したわね。やはり今からでも機械取り出に引っ返しましょう。無茶を言うな。メーテルさんたちのことは諦めなさい。それでは、やめさせてもらいます。うん。やめる。車掌を。自分から。それは、どういう意味と受け取ればいいのだ。飛んでるんですよ。やめると、スリーナインには乗れない。そりゃそうでしょうよ。ずっと乗っていたかったんですがね、もういいです。それでこれからどうするのか。最寄りの星まで乗せてってくださいよ。仕方ありませんね。
バッドエンディングでトライしますか。イエス。やはり今からでも。無茶を。わかりました。仕方ありません。わかればよろしい。バッドエンディングだらけだ。やはり今からでも。無茶を。それでは。やめる。呼んでるんですよ。やめると。そりゃそうでしょ、ずっと。それでこれ飛び降りるんですよ。昔の銀河鉄道はこんなじゃなかった。地上でダイヤを変えることはできない。止めませんね。では。うわ、とにかく出口を探そう。やみくもに歩いてもここは広いから迷ってしまうよ。地図でもあるといいんだけど。とにかく頼んだよ。はい。お絵かきするのにちょうどいい。紙拾っちゃった。子供ってのはこんな状況でも笑えるってんだから。わからないよな。あの通路から出てくる時の子供の顔ったらないぜ。何も知らないってのは幸せだよな。キャラクターカード？なんだろうこの紙切る。マップか。ひょっとして地図じゃん。はい。フィーメン、なぜここに。
メーテルはどこ？メーテル？じゃあメーテルはここで降りたのか？ええ、あんたを探しに降りたわ。それで君も追いかけて降りたのか？そういうこと。やっぱり君が。知らないならいいわ、自分で探す。待て、メーテルを狙う奴を黙って行かせるわけにはいかない。どうする気？勝負しろ。いいわよ。メーテルをつけ狙う。復讐よ。あの女は私の恋人を奪ったの。メーテルが？ただで機械の体にしてやると誘い出してね。そんなバカな。違うと言い切れるの？あなたも機械の体が欲しくてあの女と旅してるんでしょ？どうしようとお前の勝手だ。だが次にメーテルを襲った時、後悔するわよ。私は何度でも狙うか。なぜ？はて、私はどうなったんでしょう。ここはスリーナインの中。私の意見を聞いてくれたんですね。気にしないでいただきたい。これは鉄道管理局アンドロメダ管区総局の指令で引き返している。管理局の空間で身投げした人を拾うのは一苦労。もうやめていただきたい。それは私だってたびたびはごめんですよ。しかしメーテルさんと鉄郎さんはどうしてるんでしょうね。ここにいられる時間は10分間だけです。それを過ぎるとスリーナインは破壊されてしまう。10分、わかりました。
でもそのことをメーテルさんや鉄郎さんに知らせなきゃ。重力波の汽笛を最大ボリュームで鳴らせば届く。おお、そりゃいい手だ。メーテルさん、鉄郎さん、スリーナインはまだホームにいます。車掌さん、助かった。スリーナインがまだいる。あと10分だけしかいられないので早く戻ってきてください。うわっ、離せ。メーテルさん。車掌さん、誰かに止められちゃったのか。よし、でもあと10分でスリーナインに戻ればいいんだな。姫、駅は？あっち。よし、行こう。ダメ、そっちに行ったら。戻りなさい。そこは機械化人専用エリアだ。戻りなさい。もう機械の命令は聞きたくないんだよ。戻るんだ。撃たれるぞ。あ、赤ちゃんが。この子を早くお父さんのところに。姫、この子どうしたんですか。女房はもう機械の命令は聞かないと禁止エリアに入って、機械の言うことを聞きたくない、あいつがそう言ったんですか。ええ、私が不甲斐ないばっかりに。私もう逃げません。この子と一緒に勇気を持っていきます。うん、頑張って。それじゃあ。届けてきて。ありがとう。あんた優しいね。私の大事な人もね、すごく優しかったのよ。ロケットの写真の人だね。ええ、機械の体になったらたっぷり稼いでみんなを楽させるんだって。そ、でも約束の日が来てもレドリルは帰ってこなかった。レドリル、
メーテルが奪った恋人ってレドリルのことなのか。じゃあなぜあの時レドリルに。もう私はレドリルが知っていた頃の私ではないの。鉄郎、機械化人に心がないなんて嘘よ。機械の心でも苦しみも悲しみもあるわ。そんなの君を見てるとわかるよ。やっと誤解が解けると思ったのに。これでよかったのよ。なんとか人として死ねる。あ、姫！バカ野郎！なんでレドリルについていかなかったんだよ！バカ野郎！レドリル！お前何やってんだよ！レドリル！姫！なんでスポッ…メーテル。この人が私を狙ってた人ね。うん。鉄郎、スリーナインに戻りましょう。今ならまだ間に合うかもしれない。うん。メーテルさん、鉄郎さん、急いで、急いで。いや、一時はどうなることかと思いましたよ。車掌さんが体を張ってスリーナインを引き返させてくれたんですってね。どうもありがとう。いや、お二人とも無事で本当によかった。あれ、なんか鉄郎さん元気ないですね。鉄郎、どうしたの。なんでもないよ。もうすぐ終着駅ですよ。元気を出してくださいね。生身の人の心は機械化人より温かいのかもしれない、うん、しかし心の温かい機械化人よりも心の冷たい生身の人もたくさんいるのだと鉄郎は思った。復習者終わりました。そして次回は終章大アンドロメダをやっていこうと思います。それでは、次回終わってれば、順調にいけばあれなんですが、一日ちょっと休みをいただくかもしれません。ということで、グダゲーマーでした。チャンネル登録、高評価まだの方はぜひよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。